苦痛な毎日だ。今日もテレビから流れるニュースは僕の知らない世界の話をしてるように聞こえる。週末はどうしてる？どうも君の返事が恋しくなる。僕の知らない世界に行かないでと願ってる。いくつかの言葉と声で伝えられる幸せなんて君には届けたくはないな。じゃあなんで言おう。だからきっと僕はずっとこの手をぎゅっと握っていたいから、今はさ会えなくてもただ待ってて欲しいと思うのさ。だからきっと僕はずっと君のことを思ってる。君なしではいられないよなんてさ、まだ言えないけど。毎日が今日で終わるような予感がしてる。君に会いたい気持ちを積み重ねたらどこまで見渡せる。最高の思い出をどうかうまくエスコートできるように、君に会えない時間を取り戻すと決めてるんだ。誰かのセリフや本で色のついた答えじゃなくて、たった一つ僕が求めるのは君の笑顔が目の前にあること。だからきっと僕はずっと君のことを考えている。今がさこのまま続けばいいなんて思ってる。だからきっと僕はずっと君のことだけ見ているから、神様すら知らない君の心を知ってみたい。